本代表でボランチを務めた福西崇史さんをお迎えしました。このカードにふさわしい舞台が整いました。福西さん、すごい試合になりそうですね。個人的にもこのカードを楽しみにしていました。いい試合に期待しています。ディフェンダーがここで食い止める。サイドにはスペースが。ワイナルドゥム、ベイン、さあクロスか。クリアして危機を出しました。高いボールで裏へのパス。落ち着いています。プレスがかかりました。パスが通りません。よく見えています。ファーの選手を狙った。まだボールは生きています。いい位置でカットした。裏も見えていたのか。判定はコーナーキック。これはあるか。相手のマークに合っています。相手に奪われます。パスをサイドに送ります。ここはじっくりとパスを回しています。決まるか。止めました。キーパーがゴールを死守します。目の前で放たれたシュートをよく防ぎましたね。スーパーセーブです。ボールはエリアへ。中央へのボールはクリアされました。このボールは相手にクリアされました。いいスペースにボールを出しました。ディフェンダーの裏を取るプレーを好む選手ですが、少しタイミングが早すぎたか。ボールはラインを割ってゴールキックになります。パスをサイドに送ります。プレーを流します。アドバンテージを見たようですね。視線が中にいった。さあ出すか。いい攻めを見せていましたが、守備側がうまく対応しました。ここはインターセプト。しっかり予測していました。パスが通りません。このスルーパスは読んでいました。サイドへ展開します。決まっていればすごいボレーでしたが、枠には飛びません。思い切って狙いましたが
さすがに難しすぎましたね。ゴール前に入ってきました。チャンス、先制するチャンスを逃しました。完全に決まったと思いましたが、決定力が足りなかったようですね。相手が触ったのでスローインですね。このパスはカットされました。相手ボールになります。サイドへパスを出します。ボールを前に運びます。こぼれます。先に反応するのはどっちだ。コーナーキックになりました。決まれば試合をリードできます。コーナーからエリア内へ、キーパーがコーナーをパンチング。このパスはいけません。タッチラインを割ります。ボールを奪われます。さあ上げたい。相手のチャンスをディフェンダーが潰しました。危険な位置です。緊張感が増してきます。前半終了で0対0。試合は動かないまま後半戦へと向かいます。福西さん、前半のポゼッションに大きな差は出ていませんね。はい、前半を見る限りシュートの数も同じくらいでしょうか。ここまでは五分五分ですね。スコアは同点のまま後半の開始です。均衡を破るのはどちらのチームでしょうか。ミッドフィールドでボールを奪いました。じっくりとパスを回しています。ゴールをこじ開け均衡を破りたいところ。クロスはマイナス。入れば1点リード。ゴール。このゴールでリードしました。どこまで粘れるかと思っていましたが、これがこのチームの底力でしょうか。格上相手でも大胆に得点を狙いに行きましたね。ここからの作戦に注目ですよ。ボールはゴールラインを割ってゴールキックになります。自在にパスを通していますね。同点になるか。これは見事なタックル。目の前にスペースがあるようです。クロスを狙ってくるか。攻守の切り替えが大事です。
いいカットです。ボールを奪いました。前に運んでいます。これはコーナーキックです。サポーターが盛り上がってきました。相手が強いとこういったコーナーはなかなかもらえませんからね。ディフェンダーのインターセプト。前でインターセプトした。いいタックルでしたがスローインになりました。ジャンプしてかわします。ドリブルでボールを持ち出しています。ボールを失った。パスが通りません。味方を使います。プレーが止まります。オフサイドの判定。スローインで試合が再開となります。笛はないようです。足を止めてはいけませんよ。このロブパスは直接キーパーに渡りました。この選手が視点となってパスを回しています。視線が中にいった。さあ出すか。シュートコースにディフェンスの選手が詰めていました。カウンターを狙います。上がっていけるか。ここはボールを奪われました。カウンターから得点ならず。ベイン。しっかりとパスをつなぎました。ルーズボールになっています。ボールは外に出ました。スローインです。まだまだ安心できません。スローインです。クロスを狙ってきますか。いいロブパスです。チャンスになるか。ゴール。同点のゴールが決まった。このヘディングは枠の外へ。ちょっと当たりが悪かったかもしれません。ここでスローイン。終了間際にチャンスが巡ってきたか。ここは決勝ゴールに結びつけたい。狙ってきた。ディフェンスの見事なブロックです。これはカウンターを狙えそうです。決められるか。このカウンターは不発。ボールをキープできません。ボールはサイドの選手へ。サイドへ展開します。1点リードにできるか。タックルで止めましたが依然劣勢。しっかりとパスをつなぎます。ボールを奪い返しました。狙える位置です。さあクロスか。通ればチャンスといったところですがやはり難しい。
ここは味方を使います。このボールを通すわけにはいきません。あまり時間のない中、勝ち越しのチャンス。ここでホイッスル、引き分けです。互いに一歩も譲らない、手に汗握る試合でした。引き分けでしたが、どちらが勝ってもおかしくない試合でしたね。思わず解説にも熱が入ってしまいました。